そうですね、あの音楽祭自体が今全部で130公演ぐらいに膨らんでまして、130公演で50公演ぐらいこうお客様にチケットを買っていただく公演で、こう今こういう出来上がってるチラシなんかに詳細が載ってるものなんですけど、やっぱり一つ一つ作っていくっていうのは大変だなと毎回思ってまして、やっぱりオペラのような大掛かりなものは3、4年かけて作ってますので、それぐらい前からいろんな交渉が始まってますし、いや準備の状態を理解できるだけに、本当にこれだけのやつを同時に発表となると本当に、ね、難しいだろうと。チラシができたらほっとします。第一段階が終わったなっていう、で、まあ、おかげさまでこれからこう発売今ちょうど始まったところですけれども、はいはいはい、今度はチケット売っていく方と、あとはその上野の各関係の方といろんな音楽祭を作っていくための調整が始まるところです。あ、その作業も出てくるわけですね。で、今やっぱり来年一番大きいものがあの2つあります。1つはあの文化会館の大ホールでやる N 響と今続けているワーグナーシリーズが、皆さんよく知っている次は ワルキューレになりますので、はいはい、そちらの方と、あとはその最終日に合唱の芸術という形で今年の春から始めたシリーズなんですけど、はい、特許さんとあのオペラシンガーズを使ったシリーズというのを今始めてまして、はい、来年ちょうど4月に大野さんが音楽監督に就任なさるの で、我々も大野さんにあのちょうどいいタイミングですの です、ね、お願いをして、ベルリオーズのレクイエムという非常に編成が大きい曲なの、めったにやらないんですけど、それをやる予定にしてます。であのこちらとしても大野さんがもうお得意なさってる作曲家の一人だと思いますので、はい、非常にそこに期待をしてお客様にも喜んでいただけるようなことになるといいなというふうに今思って準備をしてます。あ、そうですか。いや、はい、楽しみですね。はい、ね、で あとはそのちょうど今こう日比谷公園で、はい、後ろに日比谷公会堂があるんですけれども、ちょうどあなたの立ってるちょうど後ろになるかなっていう感じですね。であのやっぱり日本をすごく大事にしてたあの有名なピアニストのリヒテルさんが生きてらしたら100歳になる年なんですね、2015年が、はい、でちょうど3月の20日がお誕生日なので、はいはいはい、我々の音楽祭の間に お誕生日を迎えるということがあって、日本に非常にゆかりがある方ですので、はい、あの新しいというか、まあ、来年の特別なシリーズとしてリヒテルに捧げるっていうシリーズを、そうですか、海外から、まあ、リヒテルさんにゆかりがある方をお招きして公演をやろうと思ってます。それで、あのもう日本でリサイタルやるのは32年ぶりぐらいになるレオンスカヤという女性のピアニストがもう20年ぶりに日本に来るんですね。20数年ぶりだって言ってましたけれども、で彼女のリサイタルと、あとはもうちょっとメンバーはだいぶ変わりましたけど、いろいろあのボロディンカルテとかやはりリヒテルと非常にゆかりがあったということで、彼らがちょうど来年創立70年に当たる年で、やっぱりリヒテルに関係があることならぜひ出たいということで、あのリヒテル、あのリヒテルに関わる企画があるわけですね。であのボロディンカルテットとレオンスカヤの、まあ、室内役をやったりだとか、あとはやっぱりメルニコフっていうのが非常に若いピアニストなんですけど、はいはい、やっぱりリヒテルゆかりがあった最後の世代なんですね。で、はははで彼にショスタコーヴィチを弾いてもらったりだとか、であの我々が今一生懸命作っているのがもう一つ、そのちょうどボロディンカルテットの創設のメンバーで最後までいたチェリストのベルリンスキーっていうあのチェリストがいたんですけれども、彼のお嬢さんがやっぱりピアニストで、リヒテルとずっと連弾とかを子供の頃からしてたピアニストが今パリに住んでいる方なんですけど、その方をお招きして、リヒテルが最後にやりたかったフーランクのオーバードという舞踊協奏曲っていうちょっと珍しい、そのバレエとあの小さい室内オーケストラのための曲っていうのは、それとモーツァルトを組み合わせたコンサートをやろうと思ってます。あ、そうですか。で、あとあのリヒテルのシリーズはそれに写真展だとか、はい、あのトークイベントだとか、そういうものをつけて一つのシリーズにしようと思ってまして、あのもう一つが24の前奏曲シリーズという、あのピアノ、まあ、バッハにみんな感化されて、はい、いろんな作曲家を作ってますけれども、ね、それを4つ来年やろうと思ってまして、はい、またその一つ2016年もその続きをやるつもりなんですけど、そのシリーズの形で、あ、そうですね。いいですね。でそれにはちょうどスクリアビンが来年没後100年になるはずなので、はいはい、スクリアビンの前奏曲もそこに入れたりだとか、あ、まあ、いろんなあの作曲家のを入れてそのシリーズをやっていこうということで、メルニコフと野平さんにそれをやっていただくことになってます、はい、で、まあ、我々上野でやってますので、はい、博物館
とか、そういう普段コンサートホールじゃないところでのコンサートってこともミュージアムコンサートとして大事にやってるんですけど、来年はその東京国立博物館でずっと続けているバッハのシリーズに、あのもう本当に大巨匠だと思うんですけど、安田健一郎さんに出てきていただく、ね、安田さんがチェロでバッハ無伴奏弾くんでしょ、それも全曲2番に分けてやってくださるので、あのあそこのそのバッハのシリーズには非常に大御所の方、はい、今まではその若い方をご紹介するような場所だったんですけれども、はいはいはい、やっぱバッハにチャレンジするっていう、ただいろいろご相談をしているうちに、やっぱり安田さんみたいな方、皆さんにちゃんと聞いてほしいということで、それは大変な思い切った起用だと思いますよ、はい、あの全部やってくださると、この間彼が新風レコード出してね、あの N 響の藤村さんとデュエットの曲出したんですよ、はい、やっぱり安田さん健在だなっていうのを感じましたから、だから我々もあの本当皆さんに一人でも多くの方に来ていただきたいなと、ね、聞いていただきたいなというふうに楽しみなコンサートですね、はい、思ってます。であといろいろ他のミュージアムでも、はい、あの絵画展にちなんだコンサートだとか、はい、そういった例年やってるようなこともやっていく予定になってますので、ぜひ上野に桜の時期ですので遊びにいらしてください、はい。